加藤サブローは、岐阜県出身の日本の震災翼の元活動家。東アジア反日武装戦線などの影響を受け1970年代に、闘争を実行。インドの新皮下のお将に、弟子入りし、スワミプレムデバムとなった。岐阜県立鴨ム高校3年生の時、小田ミノルのベヘイレン参加を呼びかけに触れ、名古屋ベヘイレンに参加。高卒後は、アルバイトをする中で、 多くの在日韓国、朝鮮人と知り合い、日本の民族問題に関心を持った。1969年より、ミノカモ氏を拠点に4月、ミノカモ米平連、ビルヘルムライヒの影響を受け、コミュニ志向を強めた。1970年頃から、僕軽職の、朝鮮人共生連行の記録や太田流の著書を読んで、 日本帝国主義の悪行を知り、反日主義思想を培った。坂の上の田村マロの墓や明治天皇の関連施設にペンキで落書き。坂の上の田村マロは、カン抜きの映像侵略軍の総大将。明治天皇は、アイヌモシリを侵略した天皇というの理由であった。1977年に、神社本庁爆破事件、三つや社長宅爆破事件。 平安神宮放火事件、那色神社爆破事件、東本願寺爆破事件、東急観光爆破事件、東大法文一号館爆破事件などを反抗する。その後も鉄製爆弾の製造を続けていたが、1978年1月1日、明治神宮で糞尿を飛び散らせるための糞尿爆弾の製造に取り掛かっていたところ、東京都板橋区のアパートで爆発事故を起こし、 同居していた女性と共に逃亡。警察庁指定被疑者特別指名手配の対象となった。この誤爆事件以降、爆弾闘争は止め潜伏生活を送った。潜伏中、以前愛読していた来日の著書を再読していくうちに、反日思想からの離脱を自覚するに至った。そしてある書店で、生命の歓喜。 バグワンシュリラジニー氏との対話ダルシャンニ誌シという本が目に入った。この本はインドの神秘家ラジニー氏が弟子や訪問者の質問に回答していく宗教書であった。加藤はラジニー氏子孫に感化され、ついにラジニー氏のサニア神になることを決意し、スワミプレムデバムの瞑想名をもらうことになった。1983年5月、逮捕された。 逮捕時は、ラジニー氏のペンダントを身に付けが主張するなど、修行像のような身振りをしていた。厳重建造物等放火罪等の罪状で起訴された。加藤と弁護人は、平安神宮の放火箇所は、非厳重建造物であり、殺人罪並みの量刑である厳重建造物等、放火罪の適用は、不当と主張したが、 裁判所はこれを認めず、1.2審とも、懲役18年の実刑判決が下った。1989年7月、最高裁は、上告を棄却死刑が確定した。1988年、論考とエッセイで思想の科学賞を受賞。1992年、思想の科学者より著書、意見書を出版。1992年、 東本願寺において、加藤三郎の大指導爆破の問題提起に応えるため、アイヌと共に、民族差別を考える宗教者の会発足。2002年12月以降、中部地方在住。ありがとうございます。